そんな、輝く輪が、消えてしまっただと、バカな、そんなバカな！逃げやがった！あんなやつ、どうだっていいわよ！それよりも！レーベン、しっかりして！今、すぐに手当てをするから！その必要はない。お前なら、わかるはずだ。助かる傷ではないことを。嫌だ！そんなの嫌だ！レーベンまで、姉さんみたいに、そんなのひどすぎるよ！そんな顔するな。幼い頃のような泣き虫に戻ったみたいだぞ。そうだよ、僕は弱くて甘ったれで、まだまだレーベが必要なんだ。だから、お願いだから。やれやれな。ヨシュア、納得できないのならお前は俺たちのようになるな。大切なものを守るために死ぬのではなく、守るために生きろ。エステル・ブライト、頼みがある。うん、何？こいつは強いようで芯が脆いところがある。全ての呪縛が解けた今、本当の意味で強くなる必要があるだろう。だから頼む。これからもこいつを、俺たちの弟を支えてやってくれ。言われなくてもそうするつもりだったけど、でも今ここでちゃんと約束する。だからどうか安心して。すまない。しかしやっと分かったぞ。あの時カリンがなぜ微笑むように言ったのか。こんなにも満たされた気持ちだった。だな、レーベン、冗談はやめてよ。ちゃんと聞こえてるんだよね。だってそうだろ。やっとまた会えたのに、やっとまた笑顔で話せるようになったのに。頼むから返事してよ。ヨシュアさん、勝ち逃げされちまったが。おい、ユリアさん、よかった、ご無事でしたか。ひょっとして彼は。そうですか。君たちが降りた後、新手の機械獣が何匹も現れてな。絶対絶命に陥った時、彼がそこの機械竜を呼んで戦況を覆してくれたんだ。そうだったんだ。ワイスマンと輝くはどうしたんじゃ？輝くはどこかに消えちゃって、ワイスマンも逃げたけど、やたらと慌ててた感じだったわ。何？消えたじゃと？それはまずいかもしれんな。この揺れって。輝く輪は浮遊都市を維持してきたエネルギー源でもある。それがなくなってしまったら、じきにこの都市は崩壊するじゃろう。それでは
急いでアルセイユに戻った方が良さそうですな。すぐに動力が尽きることはないが、急いだ方がいいじゃろう。お前さんたちの船はどうじゃ？ああ、今頃完全に修理が終わっているはずだ。戻ったらすぐに飛べるだろうぜ。よし、それでは皆、これより撤退を開始する。エレベーター近くに転移用のゲートがあった。順次それを使って中枢島より脱出するぞ。ヨシは、その、辛いとは思うけど、早く行かなくちゃ。ごめん、エステル、頼むから。先に行って、僕のことは、気にしないでいいから。ヨシア、しっかりして。レーベが言ったこと全然分かってないじゃない。守るために生きろってそう言われたんじゃないの？私は忘れない。ヨシアを支えるってこの人と約束したこと絶対に忘れないんだから。エステル、ごめん。本当に僕は弱虫だな。レイベ、これ預かっておくよ。ハーメルに、姉さんにちゃんと届けるからさ。ヨシア、エステルさん、ヨシアさん、時間がない、とにかく急げ。すみません、今行きます。さよなら、レイベ。そんなバカな、こんな事態名手の予言にはなかった。待てよ、試されたのは私も同じだったということか。戻ったら問いたださなくては。悪いけどそれは無理やね。ケビン・グラハム、いつの間にこんなところに。どけ、貴様のような雑魚に関わっている場合ではない。貴様、魔眼が効かないのか。いくら聖杯騎士とはいえ、新米ごときに防げるわけが。すまん、ちょいっと三味線弾いてたわ。俺は騎士団の第5位、それなりに修羅場くぐっとる。ま、それでも本調子のあんたに勝つのは難しかったけど、今なら付け入る隙があるからな。何？俺の本当の任務は輝くあの調整内、最悪の破壊層ゲオルグ・ワイスマン、あんたの始末というわけや。なるほどな。だがこの程度の攻撃でこの白面を滅するなど。なんだ。
潮の杭。かつてノーザンブリア北部を潮の海に変えた禁断の呪具。私一人を始末するためにこんなものまで持ち出したのか。あんたは少々やりすぎた。いくら教会が中立でも、もはや見過ごすわけにはいかん。おとなしく滅びとき。己、犬が！犬か。ま、その通りなんやけどね。ヨシア君、君は運がいいで。俺なんかと違って、まだまだやり直せるんやから。それってジェラシー？ドミニオン第5位、下方狩り、ケビン・グラハム。噂にたがわぬ冷酷ぶりじゃない。君は確か道化師やったな。悪いけど彼の方は手遅れやで。聞いているかもしれないけど、僕の役目は見届け役なんだ。計画の全プロセスを把握し、一辺の例外なく名手に報告する。教授の自滅も単なる結果であって、防ぐべき事態じゃないんだ。なるほどな。見食らう蛇、まだまだ謎が多そうや。君たち騎士団だってそれは同じだと思うけどね。さてと、これで僕の役目も終了だ。落とし物も回収できたし、そろそろ帰るとしようかな。何？それではどうも、ごきげんよう。また次の機会に会えることを祈っているよ。落とし物って、まさか。まあいい。これ以上は俺の権限がいや。急いでエステルちゃんたちと合流せんとな。